まだ生まれてません。まだ生まれてません。皆さんこんにちは、みほしです。ちょうどですね、3ヶ月前に妊娠報告のですね、動画を出させてもらったんですが、ついに、予定日目前となりまして、今これを撮ってるのがですね11月2日、予定日がですね11月5日ということで、もう予定日3日前となっております。本当にね、目の前に迫ってきたということで、改めて皆様にね、お伝えしておこうとこの動画をですね撮影してます。この3ヶ月間ゆっくりではあるんですけど、まあぼちぼちと動画を出させてもらっていて、ライブ配信とかも体調の様子を見ながら、まあ、月に2回くらいはですねやらせてもらってたんかな、自分のペースで YouTube をやっていたんですが、やっぱりね、かなり動画を出してた時期と比べると、だいぶ動画のですね更新の頻度とかも落ちてしまっていて、どうしても、まあ、やっぱりロードバイク乗れなかったりとか、旅に行けなかったり、車中泊できなかったり、できることがですね少なくなってきた中で、みんなの見たい動画は出せてるのかなとか、果たしてこの動画面白いのかなとか、まあだいたい4年間ですかね YouTube やってきた中で、今まではもう楽しくやってこれたのに、最近ではですねもう YouTube 開くのも結構嫌になっていた時期とかもありまして、もう私が YouTube やる意味って何なんだろうとか、もうこんなに動画出せないんだったらもういっそ YouTube やめちゃった方がいいんじゃないかなとか、そういうところまで考えたこともぶっちゃけ少なくはないです。だけどやっぱりすごくね、ゆっくりながら動画を出していく中で、まあ、コメント欄とかでも次の動画も楽しみにしてますとか、配信楽しみですとか言ってもらえると、本当に勇気づけられるというか、まあ、そういった動画をですね見てくださってる皆さんはもちろん、ファミリーの存在とかもですねすごく大きくて、まあ、今はなかなか動画の内容とか、あと更新頻度とか、まあ、自分の思い通りにいかないことはたくさんあるんですが、そんな中でも YouTube ね、まだ頑張りたいなとか思えたことも多々ありました。ということで、まあ、結構いろいろですね悩みはしたんですが、まあ、これからも、産んだ後もですね YouTube ぼちぼち頑張っていきますよということを、この動画で、皆さんにお伝えさせていただきたいと思います。まあ、タイトルにもある通り、産んでからですね、まあ、ちょっとの間は動画の方お休みすると思うんですが、一応ねやっぱりここまでご報告している身としては、ちゃんと生まれたよっていうね報告もしっかりとですねさせてもらおうと思っていて、まあ、予定日目前とはいえですね、いつ頃生まれるかっていうのは、まあ、まだ全然わかんないんですけど、まあ、生まれた後は1ヶ月ぐらいですかね、お休みして、その後はですねまた元気に動画もね出していきたいなと思ってますので、チャンネル登録とかはですね解除しないで待っててもらえると嬉しいです、マジで。ちなみにですね、ここまでだいぶ先延ばしにはしていたんですが、ようやくこんな感じで赤ちゃん用品っていうんですか、ベビーグッズ揃ってきまして、でこの辺は服ですね、服とか、あとは、肌着類、この短いのとあと長いのって使うんですね赤ちゃんって、知らなかったわ。あとは前掛けとか、まあ、今スタイっていうんですね、帽子とか靴下とかですね、女の子なんでどうしてもピンク多めになっちゃいました。あとはベビーベッドですね、こんな感じで、まあ可愛い柄の布団なんかもね買っちゃったりして、そして大きいもので言うと、ベビーカーとか、あとチャイルドシートとか、その辺はですね今届くの待ちです。あとキンキンで必要になるものといえば、こんな感じの陣痛が来た時に病院にですね持っていくものですね、よく聞くこのテニスボールとか、あとは入院もねするのでパジャマとかもバッチリ準備してます。本当にですね私も出産が初めてのことなんで、もう分かんないことだらけで、なんか妊婦検診とか行ってもお医者さんから、分かんないこととかありますかみたいな感じで聞かれるんですけど、もう何が分からないのか分かってないというか、もう分からないことが多すぎて、もう逆に達観してるというか、とりあえずなるようになるやろということで頑張りたいと思います。今後の経過についてはですね、インスタグラムとかツイッターとか、そういった SNS でねちょくちょく更新していこうと思っているので、気になる方は、ぜひそちらをチェックしてみてください。ということで次の動画についてはですね、ついに生まれましたと
いう報告動画になると思うので、私に似た美少女とですね一緒に皆さんにねご報告させていただくことになるかなと思うので、ぜひですね楽しみに待っていていただけると嬉しいなと思います。いやもう今39週なんですけど、だいぶお腹もですねもうパンパンになってきまして、妊娠前から体重がですねもう10キロ増えまして、今ちょうど60キロぐらいです。60キロだよ。もうね座る時とか、あと立ち上がる時とか膝をですね言わしそうになります。いただきます。いやだって入院したらこういうジャンクなもの食べれないじゃないですか。今のうちに食べてるんです。うん、おいしい。最近の悩み頻尿っすかね。いやもうとにかく膀胱がめっちゃ今圧迫されてるから、もう昨日の夜とかも3回4回ぐらい寝てる間トイレ行って、尿意で起きるんですけど、トイレ行ったら行ったで出ないというね、なんで生かしたっていうね、なんかもう無駄な尿意で起こされるっていう、そういう毎日がちょっと悩みですね最近。まあそれももうすぐ終わりますよ。もうこの頻尿から解放されるっていうことが今はめちゃくちゃ楽しみ。なんかね、そんだけお腹大きいと運転きついでしょって言われるんですけど、なんか別にそんなことなくて、本当にハンドルともう自分の体がすごく近くて、もうこんな感じで運転するんだったらいや腹ってなりそうなんですけど、全然ここのスペースにゆとりを持って運転すれば全然ね運転はできますね。なんなら別に今から白子号で鹿児島から栃木まで運転してって言われても多分全然私はいけると思います。まあしないですけどね、しないですけど。まあもともと運転自体結構好きな方なので、長距離運転とかも多分妊婦とはいえ苦ではないですね。わ、このなんていうの、車の乗り降り、こっちの方が結構きついですね。とハンドソープと、あとトリートメントの詰め替え、ヨーグルトです。今日のおやつです。チャンネル登録はこちらをポチ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 。